まあ今日も本当にこうやってたくさんのメディアの方々に来ていただいたりとかまあ引退をするって自分の SNS で出した時から本当にいろんな人にありがとうって言ってもらえることが多くてまあそれはまあ書いたようにサッカー人生幸せだったなって思ってたし自分のサッカー人生大好きだったなって思ってたのがまあこうやって <laughs> 1>, まあ1週間ぐらい経ってもっともっと好きになったし本当にいろんな人に応援されてたんだなっていうもうただただありがとうございましたっていう気持ちです <laughs> かなり SNS でも反響が多かったと思いますけどもそのありがとうという言葉以外にもどんな言葉が多かったですかまあ寂しいっていう声も結構あって まあ自分自身も引退するとどんな気持ちなのかなってサッカーと離れるってどんな気持ちなのかなってちょっと考えた時にさ寂しいだろうなとは思ってたんですけどまあもう1回かぶっちゃいますけど本当にたくさんの人に応援されててまあ自分の本当に多分今ベストというかこれからサッカーをやっていってたら自分がやりたいプレーができないなって感じた時だったので。 まあそう考えたときに自分のベストなタイミングだったし本当にさ寂しくないわけではないですけどさ寂しい思いをさせてしまって申し訳ないなと思う,の思うものの自分ははい後悔はないです引退を決めるに至った理由とそしてその時期というのも教えていただけますか、え。ー まあワールドカップの落選がフォーカスされがちでそれがあったからっていうふうに捉えられるのが嫌で今、自分でこうやって伝えたいっていうふうに言ったんですけどまあ本当に昨シーズンアーセナルでスタートしてまあ手術足首の手術から始まった中でアーセナルでスタートしてまあなかなか自分のベストでサッカーをすることができなくなってて。 で出場機会も得られなくてってなった中でまあワールドカップを目指してトッテナムに移籍してってなったんですけどそれでもやっぱりだろう今まで通り自分がやってきたサッカーができなくなっている感覚もあったしなんか楽しいって感じることよりいろんなプレッシャーだったりなんか苦しいって感じることの方が昨シーズン1年通してあった中で。 少しずつ考えるようになってで、まあ、最後、本当に残念な形になってしまいましたけど正直、ワールドカップに行けたとしてもワールドカップで最後かなって思っていたので本当に昨シーズン1年通して考えた結果かなと思います多くの人に止められたと思います。けどそこは揺るがず決断でできたというう感じでしょうか まあ、もったいないって言われたり、ま、だ相談何人かにしかしてないですけどもったいないよとも言われたし、まあ、本当に昨日まで声をかけ続けてくれるチームがあったりとか、まあ、その中で自分が自分の正解が何なのかわからないときもあったんですけど、まあ、それでも自分が求めるというか自分が考えるプロサッカー選手 の在り方としてなんかそこは反したくないというかいろんな考えがある中ですけど自分自身はやってる最中は上を目指してやりたいってずっとやってきてたので、まあ、そこが見えなくなってきて、はいまあ、こうなりました、はい、ボールを蹴り始めてから22年そしてサッカー選手になってから16年。 クラブでは日本だけでなくドイツ、イングランドと多くの国を渡り代表では2011年ワールドカップ優勝をはじめ多くの輝かしい功績を残されてきましたが改めて振り返ってみてどのようなサッカー人生でしたかもう本当に大好きなサッカーを好きなだけやってただけでたくさんの人に応援してもらって本当に素晴らしいスタッフだったり選手だったり ま周りのサポーターだったり本当に素晴らしい人たちに恵まれましたしそういう人たちと出会えて一緒に目標に向かって努力する楽しさっていうのはサッカーなしでは感じられなかったと思うのでそこは、はい、本当に、はい、幸せだったなと思いますその女子サッカーへの思いも強いと思いますがいかかがでしょうかえ、まあ、女子サッカーの 波というか人気の波というものをものすごく感じてましたし女子サッカーは優勝してフォーカスされた後本当に寂しくなったタイミングで自分はいろんな責任を背負えるようになってきてまあプレッシャーがゼロだったわけでもないしそれでもそのいろんな人からの応援の気持ちだったり プレッシャーというものを自分自身は力に変えてこられたと思うので、まあ、それも含めて自分のサッカー人生ですし女子サッカー、今後ももっともっと発展していきたいって思ってる中で、まあ、少しでも岩渕真奈が女子サッカーをちょっと盛り上げてくれたよねぐらいな感じになれたら、はい嬉しいなと思います。 あのもちろんいい時もたくさんあったと思いますがそうでない時もありました、まあ、そういった時も含めこれまで多くの方々に支えられてきたサッカー人生だったと思うんですけどもファンですとか見守ってくださった方々この中にも、ね、たくさんいらっしゃると思いますけども感謝などをお伝えしたいことどんな言葉ですか、えーまあ、この中にいらっしゃるか分からないですけど、まあ、2011年取材を受けたくないって言って受けなかったりとか本当に。 まあ、プレーも含めてわがままなサッカー人生だったなって思うんですけど、まあ、こうやって継続して応援してくれて支えてくれて時にはなんかちょっと嫌だなって思う記事も目に見かけながらそれも正直、はいまあ、なんだろう怒りというかそれも含めパワーになったので本当に感謝したいなと思います。 サポーターの方々へはいかかがでしょうかサポータータの方々へはもう本当にどんな時もときもその人たちにもいろんな思いがある中で自分も全力でやっている中でもうまくいかない時期って絶対あったと思うんですけど、まあ、継続して応援してくれて自分がうまくいかない時も支えてくれてっていう本当に大きな存在だったので。はい ありがととうございいましたた伝えたいですでは続いて気になる岩渕さんの今後について、まあ、今後の活動についてなんですけれども引退後はどのような形でサッカーに関わっていきたいとお考えでしょうか、えーまあ、指導者をという話をよく言われるんですけどサッカーを口で伝えるのは苦手なタイプなので指導者っていうものに今自分自身が なれる自信は正直ないんですけど、まあ、それでも女子サッカーっていうものの発展だったり成長のために何か貢献はしたいなと思ってるので、まあ、今度10月にスペインに行くプロジェクトがあるんですけど本当にアディダスさんビザさんと一緒にそういう若い子どもたちに向けて何かできる機会をもっともっと増やしていけたらなと。はい あとアディタスさんとこうハープロジェクトの方もいういう,ふうに聞いてますかそうです、ねはい、ハープロジェクトに関しては、まあ、やっぱりサッカーってなんだろう首都圏というか大きい町に強いチームがあってって中で本当に女子サッカー成長していくっていうものを考えたらいろんなところに女子サッカーチームがあるのがベストですし、まあ、いろいろ始めるにも何を始めたらいいか分からない。 っていう声をよく聞くのでそういうこのハープロジェクトに関しては自分自身もものすごく共感して一緒に何かをやれたらいいなとは思っています。であとまあ子どもたちのサッカーでいうと女子の全国大会小学生アンダー12の小学生の全国大会が今開かれていない状況なので、まあ、そこは自分が声を上げてやっぱり目標があることで頑張れ でできたの自自分自身はなので、まあ、ちっちゃい女の子たちにも何か一つでも目標の選択肢を与えられるような、まあ、そういう活動ができたらなと思っていますサッカー以外の活動ではいかがでしょうか、えー、サッカー以外に関しては一つ言うと、まあ、一般社団法人を発足というか設立しようとしていてで一緒に東坂絵理 元レスリングの遠坂恵里と今テニスの現役のプレーヤーの穂積恵里っていう2人の恵里と一緒にスポーツを通して人生を豊かにしてもらいたいっていうテーマを持った活動をしようと思ってまして自分自身武蔵野東小学校っていう私立の小学校を卒業してその学校に自閉症のクラス自閉症の子たちのクラスがあって小学生からそういう 子たちそういう人たちと関わる機会があった中で何かスポーツを何だろうスポーツで豊かにしてもらいたいなって考えた時に、まあ、勝ち負け以外にもいろんなことで豊かにできると思っていて、まあ、仲間を増やすだったりできないことができるようになるってそういう楽しさを本当にいろんな人に知ってもらいたいので、まあ、それは一つ 力を入れてやっていきたい活動ですしなんだろう、まあ、サッカーだけでもその普通のサッカー健常者のサッカー以外にも7種類のサッカーがあるっていうのを見た時に本当にそういう場に触れ合う機会が少なかったり知られてないって自分は思ったので何か一つでもいろんなどんな人たちでもいろんな人たちに 何かしら、はい、楽しさだったりを知ってもらえたらいいなと思って今後、そういう活動を2人とやっていきたいなと思っています。